はい、こんにちは、ひろきです。おや、今日のひろきさん。今日もなんかニヤニヤしてていいことあったんですね、と思いのあなた。正解でございます。正解です。正解でした。こんにちは、ひろきです。実はですね、最近菊田信也さんっていう、僕の友達にですね、とてもいい情報を、聞いてですね、まあとてもいい情報って具体的に何かと言いますとですね、すごいお金がこう稼げちゃう、儲かる話をですね、聞いてしまって、まあちょっとニヤニヤしてしまっているところなんですけども、そんなことはさておき、今日は何についてお伝えさせていただくかと言いますと、その人の立場で聞くということをですね、まあこれ非常に重要なことですので、これを意識していただきたくて、お伝えさせていただきたくてこうして動画を撮ってます。これはですね、7つの習慣とかにも書いてる話なんですけども、まあビジネスをしていく上ではですね、まあビジネスとかコミュニケーションを円滑にしていくためにはですね、その人の話を、その人の立場で聞くということがとても重要なんですね。まず相手のことを理解してですね、で、それから自分のことを理解、されるというのが、まあ人間、まあそういうコミュニケーションを取れるということなんですね。なので、まず自分が相手のことを理解する、しないとですね、相手のことを、まあ相手にも自分のことを理解されないので、なのでですね、まあ、そういうことを意識していただきたいんですけど、本当にですね、僕がこれ口酸っぱいくらい言ってる話なんですね。相手の立場で聞く、まあ相手の、ことを理解する、組んであげる、相手の気持ちをすごい分かってあげるということをですね、まあすごいもういつもこれを言ってる、ということをすごい、まあ感じられてる人もすごい多いと思うんですけども、そうすることによってですね、本当にコミュニケーション円滑に取れますので、本当に、常にですね、この人はどういうことを考えているんだろうっていうことをですね、考えていただきたいんですね。街行く人、まあその道でこう会った人の立ち、こととかも考えたりですね、このまあ目が合った人との気持ちとかを考えてみる、周りにいる人の気持ち、この人はどういうふうに今考えながら生きているんだろうみたいなことを、考える癖をつけることでですね、まあ、相手の立場、相手の、気持ちが分かるようになってくると思いますので、そんな訓練を、日頃していただけたらなということを思います。今日もそんなことを意識して頑張っていきましょう。ありがとうございます。